さあ、初めてのファーストクラス、ででですみません。いただきます。すごいよね。やっぱファーストクラスってすごいわ。ほぼ多分一直線になりますね、これ。大変なことが起きました。この前のね、動画でね、あのビジネスクラスの動画で流れてたんですけど、ずいぶん待たされてたんですよ。今、人生初めてのビジネスクラスをマイレージで撮ってるところですが、なんかどうなってるんでしょう、僕のパスポートは一体持ってかれたっきり戻ってこない。なんかおかしいなと思ったら、まさかのダブルブッキングだったみたいで、なんとじゃん、ファーストクラスゲット、イエーイ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 ということで、今回マイレージでね撮ったチケットなんですよ。でそもそも人生初のビジネスクラスだったんですよ。なのに、なんならファーストクラスになっちゃいました。でこれから、中に入って、ボーディングのところに入ると、ファーストクラス専用のラウンジがあるんで、そこを使えるよということなんで、ワンちゃんレベルが上がってます。フライト時間が、20時25分発、あと4分しかねえし。さあ間に合うのかな。えでしたThe first class? No. Is it okay? Yes. さあ、初めてのファーストクラス、で行ってみたいと思います。Right here? Yes. さあこっちに初めて来たぞ。おお、このさらに先。Hello. So here on the right. This one? On the right. Yeah, this one. Oh, this one. Okay. Yes. Got it. And, this is the first time. Okay. Well, then welcome. I'm a lucky day. Yeah. Wow. It's your lucky day today. So, I mean, if you also, we also have a, you know, it's quite a little bit bigger, okay. Bigger than. Okay. Okay. Let's check the monitors. That's right. Okay. Come on. No, sometimes. Okay. All right. And if you have any questions, I'm always here to help. Okay. Would you like something to drink? Maybe a glass of champagne or some water? Or sure, sure. Champagne? Champagne, yes. Very good. Yes, please. ですね、今とりあえずこんな感じになってございましてですね、今のを一つ一つ解説しますと、まずここにリクライニングシートのコントローラーがあるよと。荷物もここにも入れられるし、後ろにもコンパートメントがあるよと。で、あと、ここにも、まあ、こういう系の、だからコントロールバーがあって、で、ここに USB とか、その他、差し込めるところ。で、充電できますよと。OK。では、こんな感じで。Yes? Would you like a pajama and large, or do you prefer extra large?Maybe large is fine for me. Large is fine? Yeah. ですね、今ね、パジャマのサイズを着てまして、靴下。ほら、すごいね。はい、じゃあシャンプーいただきましょう。はい、とりあえず、乾杯。ちょっとね、もろもろ解説していこうと思ってますが、まあ、まずリクライニングですよね。この辺ピッと。これで、こいつがまず動きます。で、てれててー。はい、で足が乗っかりますと、すごいですね、足がもう完全にフラットになりましたね。っていう感じですね。すごいよね、やっぱさ、ファーストクラスってすごいわ。ほぼ多分一直線になりますね、これ。で、今、とりあえずですね、メニューを渡されまして、ご飯のメニューです。何が書いてあるか分かりません、まあ後で見ますけど、とりあえず。という、こういうメニューが渡されますと。やっぱちょっと、その、すげえ高級なあれ、新しいやつだとシャワーがついてるみたいなんですよ。A800、ボーイングじゃなくて、エアバスの多分 A380 とかだと、ついてるらしいんですよね。で、フライト中にも携帯がまず使える。あとは、こういうヘッドホンが入るような、があったりとか。
ここに小物が入れられたりとかっていうのがありますね、というような感じになっております。で、枕もついて、まあ、かなりで一人一人に今、ついてもらってる状態なんですよね。で、みんななんかすげえビジネスマンっぽい人とか、お金持ってそうな人とか、あとあのユダヤ人の人たちが多いんですけど、俺だけ超格好が貧乏っぽいで、バックパックだし何言いたいかっていうと、これも結局マイレージなんですよ、これで。このボタン見えます？このボタン、このボタン、このボタンを上げるとピッとする人がいる。ここついたてが上がってくるんですよ。これである程度プライベート性を確保しようというような感じになってますね。でですね、まあ、とりあえず機能紹介といいますか、押していきたいなと思ってまして、こうパコッと外してビャンってやって、今その映ってるのが今まあどこフライトまで今どこ飛んでるかっていうのをやってるんですけど、これであと何分どのくらいの距離があるかっていうのを目的地まであと9時間50分っていう風になってますね。で、これ閉じるにしたいんだけど、どうすんだ。で、閉じる。で、これ今もう日本語になってるんですけど、わかります？かなりの言語対応してるんですよ。これですね。今も日本語にしますけど。で、まあ映画があとは適当にこうバーッと。ちょっとでも入ってる映画古いかもしれないですね。まあ今とりあえず食事がもう来ると思うんで、ちょっと映画を見ながら食事でも見てようかなと。Yes? Would you like to eat a starter a caviar? Yeah, actually like a... I don't really... 説明しましょう。まず、チューズオブアパタイザー。アパタイザーっていうのは前菜って意味なんですけど、僕はもう分かんなかったんで面倒くさいからダックって言いました。チキンみたいなもんなんで、あとは魚と、ベジタリアンフードって言われたんでダックを頼みました。これは前菜です。で、メイン何にしますかってなって、ビーフを、のものを頼みました。ビーフか、魚かチキンかっていう感じで選びます。で、そういう感じですね。で、今、キャビアとシャンパンが来ましたよ、という感じですね。で、すみません。いただきます。これ、夕方だね、また。シャンパンはロズですね。うん、美味しい。いつものあの、機内食と違いますよ。キャビアです。キャビアじゃないの？キャビアじゃないの？エビの前菜ですかね。うん。エビ。ご飯のサーブが始まるよって。あ、しゅ。あー、did this one? And this one, this one. No, no, no. It's too much. Just a little bit fine for me. Thank you.両方取ればみたいなことを言われましたね。まず前菜のパンです。で、ここに、塩と胡椒が来てます。これがバルサミコ酢とオリーブオイルだと思います。で、シャンペーンを飲んでいると。Do you like onions with that? Sure. Sure. Thank you very much. なんかね、オニオンスライス。どうやって食べるの？キャビアってどうやって食べるの？知ってます？キャビアの食べ方。あ、このパンあったかい。あったかいよ。うん。パンにしっかり味わっている。バターも美味しい。普通に全部食べてます。うん。しょっぱい。これ。サワークリームとなんかこれ卵らしいんですけど、これを一緒に食べるみたいなんで。エグスパイン。Thank you very much. とりあえずこれ試してみてって。これをパンのこれのこれにディップして、これにディップして食べて、バルサミコ酢とオリーブオイル。うん。ああ。いや、どっちかって言ってバター派？キャビアのおかわりをしてしまうんですよ。びっくりするぐらいスライスがいい。もう、ほんとね、
が効いてならない、これミックスしろということなんですけど、いろいろと思いましょう。まずこの卵、これを、卵めっちゃ美味しいじゃん、早く言ってよ、美味しい。じゃあちょっとサワークリームをいってみましょう。サワークリームときはやっぱりできるんです。これ多分ね、しょっぱすぎるのをちょっとこう中和するみたいな。これミックス、まず玉ねぎと卵のねと、サワークリームと全部ぶっ込んで、おいしい、ビート前菜が来てしまいました。スパタイザーですね。じゃあダックいってみましょう。これは酸っぱい感じのフルーツか野菜の何かしら、日々牛丼とかラーメンしか作ってないおかずっていうのは必ず高い。Thank you very much. みんなしましたね。実はもう腹がいっぱいです。ちょっと食べてみましょう。ポテトと、なんすかね。人参です。ポテトが入ってます。うまい。いけんよ。コンソメっぽい味。もうね、ほんとね、ちょっとしたフランス料理屋に行ってる感じですけど、それで、今、こんな感じで食事は以上ね、ほんとの感想としては、サービスといい、なんといい、もう、さすが高いだけあって、エコノミーって全然違いますね。これ、知らない方がいいっすよ、そんなの。一応乗っちゃうとエコノミー乗れなくなっちゃうもん。今からベッドメイキングしてもらいます。暗くて映るかな。はい、ということで、映ってるかわかんないですけど、フラットになりました。ファーストクラスすごーい。ということで、寝ます。エピエルトップさん、ああいう感じでコルクロッタになります。今もう僕は片付けてもらっちゃったんですけど、もうあと1時間ぐらいでフランクフルトについちゃう。ちょうどもロンドン通過しちゃったりぐらいですよね。よいしょ、朝飯をいただきましょう。 Thank you very much。 で朝はクロワッサン、ダンブレック、美味しい。優雅な空の旅もあっという間に終わりました。まあ、もうトラッキングシューズに履いて、いつものワンチャンモードということですね。あと14分、フランクフルトに到着しますということで、もう皆さん朝食を食べて、着々と準備が進んでおります。で、何言いたいかっていうと、これも結局バイレージなんですよ、これ。で、僕が、チェコに行きたい。でもチェコに行く便がメキシコからなかったんですよ、ダイレクトでの。でなくて、しょうがないから、ドイツ経由で、ドイツのフランクフルト経由で、で、ウィーンに、オーストリアのウィーンに、まあ、行くんですけど。でその時に、チケットがもう満帆でなくて、ビジネスしかありませんって言われたんですよね。マイレージのそのコールセンターの人に。したら、マイレージのその数字、金が変わらないというんで、じゃあビジネスにしてくださいっていう話になったんですよ。で、今日行ったら、ダブルブッキングがあったんで、もうビジネスがいっぱいなんで、ファーストクラスへ行ってくださいっていうので、ファーストクラスになります。別に僕の実用でも何でもありません。ただ一つ言えるのは、マイレージこれだけうまく使っただけで、まあまあまあ、結局ビジネスクラスに乗れるっていう人はもう乗客じゃないですか。だからやっぱり、ためと正解ですよね、マイレージ。ということで、扱いも全然違いますし、僕ボロボロの服着て、
まあ見ての通りバックパッカーじゃないですか。でこれでバックパックをビニール袋でパッキングしてぐるぐる巻きにしてもらったんですよね。で持ってって最初どこなの入り口つってビジネスクラスの入り口って言っただけで嘘つけみたいな顔されましたからね。で今日のチケットの、あのいいチケットのやつ見せたらもうあとさーっとつけて、まあ、扱い方が全く変わりましたから絶対あった方がいいかなと思います。